報道の皆さん、この度浦和レッズリースから移籍してきました北川ひかるです。私は北信越出身ということで、この地でサッカーができることをすごく嬉しく思います。しっかりとチームの勝利に貢献できるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします。ここからはレディースコーナーです。9月24日ホームでリーグ後半戦初勝利。前半13分、佐伯選手がドリブルに持ち込み、園田選手がシュートを放つも惜しくもゴールとはなりません。前半31分には坂口選手、これはクロスバー。0対0で折り返した後半、先制点は15分に生まれました。北川選手のロングボールに反応したのは園田選手、鮮やかにゴールネットを揺らします。しかし同点とされてしまいます。終了間際に新潟フリーキックのチャンス、上尾延選手がゴールを決め、これが決勝点。リーグ後半戦初勝利を飾りました。まあ、やっぱり自分の持ち味である攻撃の面を生かして、これからもアシストだったりゴールだったり積極的にやっていきたいと思います。チャンスの数は作れてるのかなと思ってまして、あとはその中の、いくつを決められるかっていうところが当然スコアにも反映される部分なので、勝負の分かれ目かなとは思ってました。手応えと課題が半々です。ただそのすぐに完璧になるとは思ってませんし、課題が半分出たっていうのが逆に言うと収穫かもしれないなっていうふうに思ってます。上尾延選手にもゴールについて聞きました。時間帯も時間帯だったので、まあ、ここで決めたらこう勝利につながるっていうところがあったので、まあ、何としても、まあ、まずは枠に飛ばそうっていう思いで蹴りました。それではゴールシーンを解説してもらいましょう。キーパーとボールの間に1枚味方の選手を置いてボールを隠したかったので、まあ、園田選手に来てもらいました。狙いどころはどこでしたか？私は自分の方から見て左隅は狙っていこうかなというふうには思ってたんですけど、まあ、結構キーパーの立ち位置が真ん中だったので、まあ、コースっていうよりはもうスピードのあるボールを蹴ろうっていうふうに思ってました。まあ、でもインフロントでちょっと巻きながら蹴ろうかなっていうふうには思ってました。結構もういい感じで行ったかなと思ったんですけど、キーパーがちょっと触ったので少しドキッとしました。フリーキックで大事にしていることは何ですか？まあ、コースっていうのもあるんですけど、やっぱり自分の何ですかね、踏み込んだ時の軸足というか、そこは結構気にしてます。選手それぞれの感覚だと思うんですけど、まあ、遠くてもちょっと蹴りづらいし、近くても詰まって蹴れないっていうのがあるので、まあ、そういう意味では逆に結構止まってるボールっていう方が自分の中では難しいので、まあ、そういう意味では本当そこの自分のしっかり合ったところで踏み込めるかっていうのが大事かなと思ってます。相手の攻撃を食い止めるセンターバック大部俊選手のインタビュー後半、ここからはプライベートに迫ります。マイブームは何ですか？半身浴は結構やってます。汗出して、まあ、体重維持のために、まあ、趣味とかそういうもんではないですけど、まあ、自分の体調管理だったり体重管理のために、まあ、しっかりちょっと増えてきたなと思ったら汗しっかり出すようにしてます。シーズン当初よりはもう6キロぐらい減りましたね。だいぶ
ちょっとだからその体重があったから、まあ、試合も出れてなかったんで、なんで出れないんだろうって考えた時に、まあ、しっかりまず自分のコンディションからやろうかなと思って、まあ、体重を落としたっていうところはありますけど、まあ、だいぶ体の動きは良くはなってると思います。子供の頃から変わっていないことはありますか？なんですかね、根拠のない自信はあります。なんかやれるっていう自信はあります。なんか分かんないですけど、いいか悪いか、まあいい時に働くこともありますし、逆に悪い時もあると思うんですけど、本当に自分に対してはやっぱり自分が出たらやれるっていう自信は本当に持ってると思います。だからあんまり大きな試合でも緊張はしませんでしたし、プロのデビュー戦もそんなに緊張しませんでしたし、なんかしっかり自分がやってきたことやればできるでしょっていう感じで、はい。3月には最初のお子さん、ゆうひちゃんも生まれましたね。あ、思うというか、まあ、僕は優しいっていう感じは入れたかったんで、絶対で逆に嫁が太陽の陽っていう字は入れたいって言ってたんで、じゃあゆうひでいいじゃんってなりました。別にあのなんか画数なんて気にしたりもしてないです。もうじゃあご夫婦というか2人で入れたい。そうですね、はい。まあ、ただ書き順は多いんで、テストとかで名前書くのは子供は大変だなと思います。徳島戦では川田選手がゴールを決めた後、ゆりかごパフォーマンスも披露しました。試合前にちょ決めたらやろうよとは言っといたんで、お願いねって。いや、もう嬉しかったですし、ありがとうって感じですね。ゴール決めてくれて、まあ、本当はその前の愛媛戦の時にはもう生まれてたんですよ。ただその時は 0-1 で負けちゃったんで、ゆりかごする場面もなかったんで、まあ、しっかりホームで徳島で決めてくれて、しかもそれから5ヶ月半勝ててなかったんで、結局そこで決めてくれて本当に良かったなと思うんです。大部選手といえば決めがトレードマーク。別にこだわりはないですけど、まあ、ただあんまボーって入るの、この辺とかこの辺とか入るのは嫌なんで、まあ、試合前に取ったりはするんですけど、ただやっぱ毎日ってなると本当に1日単位で生えてくるんで、ちょっと大変なんで剃るの、まあ、大体試合前とかに剃ったりします。いろいろメディアの前だったり出るときはしっかりやっぱり身だしなみしようかな、まあ、これもメディアなんですかね。これもちょっと剃らないといけないかもしれないですけど、いつも応援ありがとうございます。残りの試合、一戦必勝の気持ちで、選手スタッフとも、にしっかりトレーニングに励んで、サポーターの皆さんに勝利を届けられるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き熱い応援よろしくお願いします。